ゾイラ・フラウスとは、アメリカ合衆国の女性総合格闘家。カリフォルニア州フレズの出身。チームジョルジ・グージェウ所属。テコンドー・オクロービ。モトベラとは世界女子115ポンド級王者。総合格闘家のジョルジ・グージェウは夫。2009年2月13日、総合格闘技デビュー戦で判定勝ち。2010年2月4日、ジェシカ・ラーコーチと対戦し。 腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2010年3月26日、ストライクフォスチャレンジャーズ7で、ミーシャ・テイトと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負け。2010年6月24日、ベラトア23で、ベラトアデビュー、ロジーセクストンと対戦し、膝蹴りで小勝ち。2010年8月19日、ベラトア25で、ジェシカ・ペネと、 ベラトア女子115ポンド級トーナメント1回戦で対戦し判定勝ち。2010年9月30日、ベラトア31でジェシカアギラーとベラトア女子115ポンド級トーナメント準決勝で対戦し2から1の判定勝ち。2010年10月28日、ベラトア34で藤井恵美とベラトア女子115ポンド級トーナメント決勝で対戦し、 二から一の判定勝ちを収め優勝を果たし、女子としては初めてとなる同団体の世界王座に認定された。2011年3月5日、フライ級転校初戦を、ベラトア35でカリーナ・ハリガンと対戦し、判定勝ち。足の手術と全十字人体の損傷で約一年半の長期欠場を強いられた。2012年10月26日、ベラトア78で、 キャシー・ノーランドと対戦し、判定勝ち。2012年12月7日、ベラトア83で、ジェシカ・アイと対戦し、スタンディングの肩固目で一本負け。2013年4月5日、インビクタ FC デビュー戦。インビクタ FC5 で、ジェニファー・マイヤーと対戦し、判定負け。2013年12月7日、インビクタ FC7 で、バネッサ・ポルトと対戦し、 判定負け。2014年2月15日、ムエタイデビュー戦を TKO で勝利。ありがとうございます。